皆さんと共に。また主催と共に。皆さんご復活おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を認めますよ。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。Thank you.
今日お一人子によって死を打ち砕き永遠の命の門を開いてくださいました。主イエスの復活を記念し、この神秘に預かる私たちをあなたの霊によって新たにし、永遠の命に復活させてください。聖霊の交わりの中で、あなたと共に悠々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。第一の夜、人たちの宣教。その日ペトロは口を開こう言った。あなた方はこのことをご承知でしょう。ヨハネが宣教を述べ伝えた後に、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナサレのイエスのことです。神は聖霊の力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方法を巡り歩いている人を助け、悪魔に苦しめられている人たちを全て癒されたのですが、それは神がご一緒であったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったこと全ての証人です。人々はイエスを気にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを三日目に復活させ、人々の前に表してくださいました。しかしそれは神全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者との審判者として、神から定められたものであることを神に述べ伝え、力強く証しするユニット私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについてこの方を信じる者は、誰にもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。神の言葉、神に感謝。Oh.
quelli a un modo molto ben assai. Solo deva, Cristo che ha capito che non sa in sui te o la remas. Quelli a un modo lì, coccolo, dove? Si giuro, modo lì, coccolo, i caranei non si nasai. Alla terra da una sita non li atte. Alla terra da no, chi non si va, Cristo dotto moni, cammino zini, accusare dei rumores. Alla terra da no, chi non si via, un Cristo che ha aravare un tocchi. Alla terra da no, Cristo dotto moni, e goni, tu sumarete aravare un desio. Cammino dotto va, cammini canzia. Oh.
主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓に行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨の顔であった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨の顔が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨の顔と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。クリストに賛美。キリストに賛美。今日は私初めての復活の日曜日のミサを行っています。去年はなかったから今日は初めてなんです。2年前私最後のミサ熊本の武蔵ヶ丘教会でまさに同じ復活の日曜日のミサでした。最後、今は最終出発点。2年目ここ教会に過ごしているなのにでも出発になります。この大勢満席見ると私少し慰められています。なぜかというと昨日もいつも夜です。水木曜日、金曜日、土曜日20人、昨日は30人ぐらい、今日は80人以上私見ている計画の考えです。今日の見るという言葉よく使っている。見る前にもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。これは誰でしょうか。もう一人はそれはユハネ、一番若い、一番愛されている12人の中この人です。ユハネ。見るということはこの体の目だけ見る事実のこと。でもそれは足りない。心の目も必要です。信頼する人に対して目だけではなくて特に家族の中で配偶者に対してまた上の人とか下の人とかその関係は心の目が必要です。信頼すること。最後の段階はこの信仰の目です。信仰がないとイエス様の復活はあまり頭だけで使うなら信じていない。このイエス様の2000年前のご復活はもちろんこの福音書に書いてあるけれども、2000年後私たちの今の時代はイエス様がご復活毎年行っている。でも私たちはクリスト者として毎週日曜日このご復活の一番大切な日は日曜日です。それもミサの中でイエス様の死、その受難、また復活を思い起こし、このミサを行っています。そして、この3人です。イエス様が朝早くこの3人のイエス様の弟子は、最初は
マンダラのマリア。この人はイエス様に対して一番大切な人が亡くなったから、次の日は墓に行って、ちょっと変わった状態、その石はちょっと動いていたんです。私の弟のお子さんですね、自分の娘が亡くなった時、2歳、3歳の時、言われたことは、毎日ぐらいその娘の墓に行きますということは、受け入れることちょっとなかなか難しい。多分同じ気持ち、このマグダラのマリアはイエス様の墓にも次の日見て、ああこれはイエス様が盗まれたということが考えて、すぐ女性だから、まあ、マグダラのマリアですね、その弟子たち一番イエス様の近い人はペトロのところに行って告げ知らせた。そして3人もう一回マグダラのマリアも墓に行って、でも最終墓に入ったのはペトロ。ペトロは直感というタイプの人、すぐ何があれば答える。同じように今回も最終ペトロはこの墓に入ってびっくりして、でももう一人の弟子、これはヨハネ。ヨハネはこのヨハネ福音書会である人、その墓を見て入って見て信じた。この3つの両親は私たちに一人一人信者としてとても大切ではないでしょうか。すべての人は多分イエス様が今日復活、世界中わかるけれども、信じてない人はほとんどの人です、世界中。でも私たちは教会に入って見て見ることは自分の目見えないけれども、でも心の目と信仰の目とても大切です。そして信じる、信じないと私たちはここに多分集まっていない。次のことは今の話題ですね、聖火リレー。これ57年前日本でも1964年から初めてのオリンピックがあって、延期して今年するつもりですね。寄付でこの人多分人気な選手が。そして今朝のニュースもこの人も出た、わからない。この成果を見ると私の印象は昨日の出来事です。このイエス様のろうそく、キリストの光、これもシンボル。イエス様がこの世に来られて光になって、だから昨日の美しい天体のことは真っ暗になってから、このろうそくだけ私たちは見えた。同じようにあそこは聖火のリレー。どうしてこの人年なのに、また障害者なのに、この原動力、その聖火リレーを行っているのか、みんなも見る。私たちの場合は信仰を持っているなら、このイエス様のろうそく、イエス様の光のキリストを自分の中で持っていて、原動力があってここに集まっているということは信仰の目ではないでしょうか。この人も同じ。ただこの聖火リレーは多分一生、これは最初と最後のチャンスだけだと思います。でも私たちは毎日毎週毎年このご復活を見て、多分触って信じて、この信仰の目まで私たちは持ちます。もっと原動力があって、私たちは毎日の生活
大変けれども、それはイエス様が自分自身の体、また心におられるから私たちは安心していきます。この人も安心して囲まれている警備もいろいろ、でもその誇りがあって、今度の大きな出来事日本ではわかります。そして、これは去年私撮影したこのろうそく、その時は初めてのコロナ自粛したから、寂しく感じながらこのミサを行った。昨日も初めての徹夜祭の聖なる夜のミサありました。今日も初めての私たち皆さんと共にこのご復活の導きにしよう。このろうそくの意味は、世界あれより私たちにとって信者だったらもっと大事ではないでしょうか。そして、きれいなろうそく、これ何年目のろうそくわからないけれども、私はまだこのろうそくは使っているから新しく買わなくてもいい。ただ、2021年になるから、それもつけています。書いてあるのも、アとオメガ、アルファとオメガ、イエス様がこの世に最初と最後。これはイエス様のことです。今日のアレルヤ賞の前に、属詞をきれいに歌われて、この言葉も今日のミサの行っている意味がまとめているんです。クリストを信じる私たち、すべてのものよ、主の過ぎ越しを称えよ。過ぎ越しはこのイースター、このご復活。子羊は羊をあがない。たまたまこれは子羊、私のカスラもらった除会式の時、2008年一生大の日、この子羊イエス様ですね。そして罪のないキリストは罪の世に神の許しをもたらされた。死と命との戦いで死を身に受けた命の主は今生きて治められる。イエス様、人間だけ、この人だけ死を砕かれて命になるということは、私たちの一番大切な信仰の内容です。ご復活ないと私たちの信仰は無駄になります。続いてマリアよ。このマリアはイエス様のお母さんではなくて、先の福音書です。マダラのマリア、このマリアとしてイエス様がご復活まだその時知らなかった、告げ知らせた弟子たちに、その先の三人の映像。そして私たちに次よ、あなたが道で見たことを開かれたキリストの墓、よみがえられた主の栄光、明かしする神の使いと残された主の御福を、私の希望、キリストは復活し、ガリラヤに行き、待っておられる。共に称え、告げ知らせよ。去年はパパ様が定められたこのマダラのマリアは、祭日の日決められた、ちょっと私忘れたので確認します。今年からそのマダラのマリアの祭日があります。最後のところです。共に称え、告げ知らせよ。主キリストは復活された勝利の王キリストより慈しみを私たちに、アーメン、アレルヤ。この言葉は明日から土曜日まで、多分来週の日曜日も歌われるんですね。この復活は8日間、その8日間です。先のテーマになった
ことは、プロヒトはヨハネ、墓に入って、見て、信じた。私たちも、この教会に、社会の人々も、その、キリストの復活のろうそくみたい、私たちも、このような気持ちで、もっと深い意味で、この教会に入って、見て、その見ることは、自分の頭の目、そして心の目、信仰の目で、私たちは信じることになります。アメン。これから私たちの洗礼を考えて、感謝しながら、幼児洗礼であり、大人の時も、もう一度更新すること、使徒信条を唱える前に、私、皆さん座ったまま、この木の祝福された聖水を皆さんにかけられます。どうぞお立ちください。使徒信条を唱えます。天地の創造主、全能の父である神を信じます。父の一人子、私たちの主、イエズス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられて死に葬られ、黄泉に下り、三日目に死者の地から復活し、天に昇って、全能の父である神の右の座につき、聖者と死者を裁くために来られます。聖霊を信じ、聖なる無限の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。清涼祈願。本国キリストを復活させて、くださった父をたたえて祈りましょう。キリストは復活し、いつも共にいてくださる。血が燃えて復活された主イエスに従い、私たちが新しい命に生き、神の御国を明かしするものとなることができますように。キリストは復活し、いつも共にいてくださる。愛に飢え渇く人の心をキリストの光で照らしてください。神との出会いに導かれ、喜びと愛を持って日々を生きることができますように。キリストは復活し、いつも共にいてくださる。社会の格差によって不況にあえぐ人々を帰りに力づけてください。主の復活の福音が希望の力となり、新たな一歩を踏み出すことができますように。キリストは復活し、いつも共にいてくださる。キリストの復活に預かった私たちが、新しい命、新しい希望を持って、教会のために力を尽くすことができますように。キリストは復活し、いつも共にいてくださる。万物の作り主である神よ、あなたは御子キリストの死と復活によって、すべての人を新しい命へと招いておられます。
この喜びを共に味わい、告げ知らせることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。どうぞお座りください。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また全教会と私たち自身のために司祭の手を通してお捧げする生贄をお受けください。慈しみ深い神よ、復活祭の喜びに満たされて、この供え物を捧げます。恩子の救いの噂によって教会が新たにされ強められますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、また司祭と共に、心込めて神を仰ぎ賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父よ、いつでもまた特にこの日、あなたを称え祝うことは誠に尊い大切な務めです。私たちの過ぎ越しキリストは世の罪を取り除かれた誠の生き贄の子羊、ご自分の死をもって私たちの死を打ち砕き、復活をもって私たちに命をお与えになりました。神の栄光をあがめ、けなお敬うすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒めたいです。誠に尊く、すべての聖の源である父よ、今
まあ、聖霊によってこの備え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで十字架に向かう前にパンを取り感謝を捧げ割って弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主の死を思い復活をたたえよう。主が来られるまで私たちは今主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの体と血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナス、マイダマギオとパウロサカイトシヒロ、すべての教育者をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの教練とすべての使者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、シウセフトシとすべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストとともにキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに全ての誉れと栄光はいよいよに至るまで。アーメン。主の神守りに言葉に従い慎んで主の祈りを答えます。アーメン。主の平和がいつも皆さん
とともに、また司祭とともに、互いに今の挨拶を交わしましょう。Thank you.
神よ、あなたの教会をいつもお守りください。教会が御子キリストの死と復活の神秘によって新たにされ、復活の栄光に達することができますように、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。初めて来られた方は、篠原先生、レッスン前の。戦国教会ってところでちょっと幼稚園の工事がありまして、復活祭のお店に参加させていただきました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。この三沢手からちょっと休憩なのですぐ知らせが取りありますね。先頭紹介、改めて皆さん一人一人こちらにミサに来られる方、また自分の家でこれからも YouTube から見る方も、私、向こうの総教会初めてこのご復活のミサ、日曜日、皆さんにご復活おめでとうございます。おめでとうございます。このミサに来られて皆さんにとりとり感謝いたします。主は皆さんとともに、また主祭とともに、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭終わります。行きましょう。主の日はのうちに神に感謝。
ご復活おめでとうございます。お知らせいたします。教区より昨年12月18日に起点した岡田武雄名誉大司教の追悼ミサが4月19日13時から東京カテドラル聖マリア大聖堂で行われます。新型コロナウイルス感染拡大防止のためミサの参列者は制限されますので、当日心を合わせてお祈りいただければ幸いです。酒井俊博補佐司教は原因不明の肺炎による重度の呼吸障害のため3月30日より病院に入院し治療を受けています。司祭、修道者、信徒の皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、どうか酒井補佐司教の回復のためにお祈りください。この件については進展がありましたら文書でお知らせしますので、事務所への問い合わせは控えていただきますようにお願いいたします。来週4月11日のミサで洗礼式を行われますのでご参加ください。本日ミサ後、この後10時45分頃から信徒総会を行いますのでお着席ください。よろしくお願いいたします。